ケイシー・スコット・サドラーは、アメリカ合衆国オクラホマ州ペイン軍、リプリー出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のシアトル・マリナーズ所属。2010年の MLB ドラフト25巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ステート・カレッジ、スパイクスで、プロデビュー。12試合に登板して3勝0敗。 防御率3.00、21奪三振を記録した。2011年は A 級ウェストバージニアパワーでプレーし、35試合に登板して5勝5敗4セーブ、防御率2.43、57奪三振を記録した。2012年は A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、32試合に登板して4勝6敗2セーブ、防御率3.73。 93奪三振を記録した。2013年はまず AA 級アルトゥーナカーブでプレーし23試合に先発登板して11勝7敗、防御率3.31、67奪三振を記録した。8月に AAA 級インディアナポリスインディアンスへ昇格し1試合に登板した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を 防ぐために40人枠入りした。2014年は、トリプル A 級インディアナポリスで開幕を迎え、4月27日にメジャーへ昇格。5月2日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。2点ビハインドの7回から登板し、2回を1安打、無失点に抑えた。2試合に登板し、計4回を無失点に抑えていたが、5月5日に、 トリプル A 級インディアナポリスへ降格した。この年メジャーでは6試合に登板して0勝1敗、防御率7.84、7奪三振を記録した。2015年は開幕はトリプル A 級インディアナポリスで開幕を迎えたが、フランシスコ・リリアーノの育休リスト入りに伴って4月11日にメジャー昇格し、同日メジャー初先発で5回を投げに失点で初勝利を挙げた。 4月13日にリリアーノが復帰したため、トリプル A 級インディアナポリスに降格し、6月24日に右前腕部の針で7日間の故障者リストに入った。復帰できないまま9月1日に60日間の故障者リストに入りシーズン終了を迎えた。11月5日にトミー・ジョン手術を受けることになったと報じられ、6日にマイナー契約となって、 トリプル A 級インディアナポリスに降格した。2016年は前年の手術の影響で全休した。2017年のスプリングトレーニングには招待選手として参加した。2年ぶりに公式戦登板を果たしたこの年は A 級ブレデントン、A 級アルトゥーナ、トリプル A 級インディアナポリスでプレイし、3球団合計で26試合に登板して5勝4敗。 防御率4.0066奪三振を記録した。2018年は開幕からトリプル A 級インディアナポリスでプレーし、7月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦で3年ぶりにメジャーで登板した。8月16日にリーフとなった。八月十一日にマイナー契約で、 トリプル A 級インディアナポリスに配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2019年1月28日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕を参加のトリプル A 級ダーラムブルズで迎え、4月19日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。6月29日にディーフとなった。2019年7月3日にネイサン・ウィットとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2020年1月15日にアレックス・ウッドの加入に伴ってディーフとなった。2020年1月17日にクレイトン・ダニエルとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。9月1日にディーフとなった。 2020年9月5日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。ありがとうございます。